アエロメクスプレスは、メキシコの貨物航空会社。メキシコシティに本社を置く、メキシコ最大の航空会社、アエロメヒコ航空の子会社である。一般貨物の他生鮮品、印刷物、動植物、芸術品、証券など、幅広く扱っている。ボーイング727から200回アエロメクスプレスは1990年に設立され、1994年6月より、 営業を始めた。親会社であるアエロメヒコ航空の貨物管理が主な業務であるが、同時にもう一つのメキシコの主要航空会社であるメキシカーナ航空の貨物管理の補助も行っている。アエロメヒコ航空の親会社であるカンソルシアロメキシコが株式の99.99% 99を保有している。主にアエロメヒコ機やメキシカーナ機の貨物室を使って 貨物空輸サービスを展開しており、自社の貨物専用機によるサービスはない。国際線では生きている動物や遺体など特殊な貨物を除き、出発時刻の4時間前に積み荷を受け付け到着後4時間以内に荷物が届くというエクスプレスサービスを行っている。アエロメヒコ航空やメキシカーナ航空の就航都市、保有機材と一致する。なお、日本便ではアエロメヒコ航空が東京、 ティフアナ、メキシコシティ線を週3便で運行している。ありがとうございます。